今回は、ニカチの情報修正で、武力6になって強すぎる新名の罹患が、あまりにも強すぎるから、もう一回紹介するよ。式5のガラ範囲内の敵の武力6速度 0.4 倍と、式7の大型妨害級の性能、デメリットとして、自身の兵力40こそあるけど、弓兵やから、そこまで気にならないしかなりかけるカードになったと感じてるよ。陣中で死ぬこそ武士の本能。波乗りだ。次へさせぬ。これが俺の全力だ。一の方どこじゃ打ち抜け打ち抜け。息子を頼む。くせ者くせ者。お立ち立て。流派発動。一の方攻勢に転じる。いざ出陣。打ち抜け。来い。追三。我が地望と軍略で千年の平和へ導く。貴様も道連れにしてくれる。次へさせぬ。打ち抜け。波乗りだ。波乗りだ。来てもこれより陣を引く。すでなら雛も鷹の目をえぐる。前期追加効果なしのタイミングで撃ってしまったのはガラミス。まだ俺は息子を頼む。流派発動。身の肩一本の波に乗れるのは一人だけだ。行くぜ。配達は飲むなよ。くせ者。悪魔め。次へさせぬ。潮時か。流派発動。
三の肩。ドクンジャー攻勢に転じる。撤収する。ソン、波が来たな。打ち抜け。我が希望と軍略で千年の平和へ導く。くせ者、くせ者、大波に乗るぞ。くせ者、わしが餌になる。獲物を撃ち逃す。撃ち抜け。撃ち抜け。守りが薄い。バカにしてんじゃねえぞ。さて、陣中で死ぬこそ武士の本望。次へさせぬ。悪魔め。今回は2試合やるよ。よろしい。我が輩が相手しよう。あなた、身乗りだ。くにくわ。くせ者。打ち抜け。絶対に戻ってみせる。あなた、打ち抜け。流派発動。一の肩。私は無力だ。打ち抜け。落とし立て。発射。まだ俺は。悪魔め。波乗りだ。かっこ悪い。今度は負けねえぞ。息子を頼む。これが俺の全力だ。発射。いざ出陣。発射。ドカンだ。来い、放て。水戦。攻勢に転じる。発射。流派発動。三の肩。
ち抜け。放て。ずれにしてくれる。何よりだ。発射。あなたの大事なものは私が守ってみせる。打ち抜け。放て。大波に乗るぞ。息子を頼む。放て。悪魔め。発射。戦機開放。ずれにしてくれる。私は無力だ。捨て物。気に食わん。発射。波乗りだ。捨て物。ここは悪い。波乗りだ。攻撃あるのみ。突進。発射。理性を読み、波を乗りこなしてこその万能武者。ご視聴ありがとうございました。